私はこの台で勝ってます。6月へナスロランキング。パチスロ株が毎日パチンコ店に行って、勝てたパチスロ台をランキングで発表します。番長4、勝ち方、天井狙い、有利リセット狙い、天井期待値目安、2000円、設置店舗数、4263店舗。今はやはり番長4が狙い目でしょう。設置台数も多いしベースも高い。ゲーム数天井も隠れやすいし、スルー天井も割と狙える。これから使える機種として駅は長そう狙い目。ゲーム数ハマりで450ゲーム以上、AT スルー5スルー以上、有利リセットから3枚プラス1500枚以上で、ボーナス初当たりまで。スマスロユーレカ、勝ち方、天国狙い、天井期待値目安、2000円。設置店舗数、4308店舕。250ウェブの天国狙いがかなり上手い機種でしたが、5月下旬からは稼働激減。狙える機会はかなり少ないですね。まだ、設置は多いのでとにかく、サブ液晶タッチして、180ウェブから天国狙いが、一番期待値稼ぎやすいかな。朝1天井期待値。リセット時の期待値はかなり高い。前回の獲得枚数が1000枚以上ならば、優遇モードの可能性あり。狙い目、180ウェブから天国狙い。前回の獲得枚数が1000枚以上で、400ウェブから天井狙い。404ゲームの LFO モード狙い。350ゲームから優遇時なら、200ゲームから天井狙いまで。スマスロテンスラ、勝ち方、転生ループ狙い、天井狙い、天井期待値目安。2500円、設置店舗数、3587店舗。打ち手のレベルでまだまだ拾えますね。最近は朝、1転生目、引いてすぐ、転生ループに入っている台か、酔い越しの転生ループ台が狙えますね。エンディング後とか大量で卵は開くの、待ってもほとんど、やめないのでまずは、据え置きする店の酔い越し狙いが、1狙い目。AT5、即やめ台の転生ループ、650ポイントから、天井狙い転生ループ否定後、即やめ台を130ポイントまで。スマスロの乃木坂、勝ち方、リセット短縮天井狙い、チャンスゾーン狙い、天井期待値目安、2000円、設置店舗数、1293店舗。今月は割と狙えました。特に、リセット短縮、333ゲーム狙い、50% の期待度ですが、上振れで、当選ガンマチャンスゾーン中の、チャンスゾーンハイエナも狙えた。稼働が落ちて、バラエティにあるが、ライバルも減ってみんな忘れてる。改めて狙ってみるのもありです。狙い目、リセット台250ゲームから、短縮天井狙いチャンスゾーンチャンスガンマ以上でチャンスゾーン当選まで。カバネリ、勝ち方、天井狙い、ゾーン狙い、天井期待値目安、2000円、設置店舗数、5845店舗。ついに引けました、裏ビバ ST、1000ゲーム天井と CZ7 回連続スルー、やはりかなり強力でした。狙って引ける裏ビバではありませんが、やはり設置がまだまだ多いので、ハイエナ台としては優秀ですね。狙い目、短縮天井時270ゲームで、は矢代2回引いてる台、550ゲームから天井狙い80、200ゲームからのゾーン狙い。やはりハイエナといえばこの機種でしょう。らしき対枚数は1500枚、かなりハイリスク、ハイリターン台。しかしこれをハイエナするか、しないかで収支は今後かなり変わりそう。一応初代的なハイエナは使えそう。前半はユレカハイエナで稼ぎ、後半は番長4で稼ぐ、新台をうまくハイエナできた月でしたね。6月は、設定に期待できる月でもありますが、それでも、ハイエナ稼働は7割はするので、最新台、ハイエナ騎士3騎手の狙い目、見つけてライバルより優位になる、立ち回りしていきます。ブログにはさらに詳しく、公開してますので、そちらもご覧ください。概要欄にリンク貼ってます。動画が参考になった方は、いいねやチャンネル登録、よろしくお願い申し上げます。